皆さんこんにちは。ゆっくりです。茨城県にある水族館、アクアワールド、大洗に行ってきたので紹介します。それでは早速行ってみます。アクアワールド、大洗の場所はここです。もう少しズームします。ガルパンでおなじみ、の茨城県大洗町にあります。サメとマンボウが有名な水族館です。館内はこんな感じで結構広いですね。では順番に見ていくよ。最初はキサンゴ科のムツサンゴです。色もポリプも綺麗ですね。金に寄生サンゴなので、ポリプでプランクトンを捕らえて成長するよ。2度の低水温でも大丈夫だそうです。北海道水槽のホッケです。美味しそうです。干物ではよく見ますが、生きている状態を見られるのは珍しいです。こちらは大水槽です。水量は1300トンもあり、80種、2万匹の生き物が泳いでいます。水中カメラを持ったダイバーの方が水槽の生き物を紹介してくれるよ。クイズをしたり、見たい生き物のリクエストを受け付けたりします。例えば、これが何かわかるでしょうか？答えはこちら。かわいい猫ザメの卵でした。あとはイワシの群れに突入してくれたりもしました。この視点で見る機会なかなかないから貴重ですね。魚と一緒に泳ぐ感じで素敵です。意外と逃げないみたいですね。最後は泡のカーテン。綺麗ですね。次はマンボウ水槽です。こちらのマンボウ水槽は日本最大で、複数のマンボウを飼育しているのは珍しいです。餌は水面に上がってきたところを手であげています。かわいい。餌の食感がクラゲに近くなるようにしたりといろいろ工夫されているそうです。水槽の裏側がちょっとだけ見られるゾーン。パネルを見る感じだと茨城の海深くから天然海水を取って、ろ過した後、また海に戻しています。基本的なろ過の仕組みは家庭の水槽と同じ感じですが、複雑で大規模な配管を見るとワクワクしますね。海鳥のエトピリカです。鮮やかなくちばしが綺麗ですね。こちらでは海の中を飛んで餌を取るところが見られます。見事な泳ぎ方で結構早いですね。日本では北海道で少数が繁殖するのみで珍しい海鳥です。羽繕いしているの可愛いですね。こちらは水族館で生まれたサメの赤ちゃん水槽です。ちっちゃくて可愛い。いろいろな種類のサメの卵を孵化させています。サメやエイの卵は独特で面白いですね。この中で成長して、結構な大きさで生まれてくるそうです。沖縄の海をイメージした水槽です。海水水槽でも馴染みある魚が見られますね。水族館の魚は、ショップで扱う魚よりも大きいので見応えあります。人気で動画が撮れなかったサンゴ水槽の写真です。照明は大光量のメタハラ、スーパークールとスポット LED、そして奥に KR が見えますね。あとチンアナゴとニシキアナゴ。小さい口でなんか食べてますね。水槽だと深い砂が必要だったり、餌を食べなかったりしてなかなか飼育難しいです。キンメモドキの群れかな。なかなか統率が取れていますね。ゆったりと泳いでいて、ずっと見ていられます。あとはイルカとアシカのショーが見られます。人気なので開園20分前ぐらいから待った方が良いかも。25分ぐらいのショーです。アシカを近くで見たい方は前列おすすめです。アシカかわいい。そしてアシカを乗せて泳ぐクジラ。あと前から5列ぐらいは回数がかかるので、かわいいレジャーシートが300円ぐらいで売られています。必要性はこちらの動画で判断してください。カメラがあるので前列はあえて行きませんでした。水族館ツアーも行きたかったのですが受付終了でした。開館後すぐに受付しましょう。水族館にはお寿司屋さんがあったり、近くに漁港があって食事美味しいです。生き物へのお食事タイム結構あって一日中楽しめます。東京からだと水戸駅まで特急あるし、
水族館行きバスもあってアクセスはそこそこ良いです。といった感じでした。他に知りたいことがあればコメントで教えてください。知っている範囲で答えたいと思います。では、また、のし。